では先生ですね、はい、今回そのプレセミナーの中でですね、はい、ちょっと一つ私びっくりしたことがあるんですけど、はい、即外でですね、はい、そのウエストですか、はい、まあ、ビフォーアフターね、はい、もう目の前でやりましたけど、はい、写真ね、はい、ビフォーアフター撮ってやりましたけど、はい、ものの見事に、はい、先生あれ大体3分、ほんま正味3分かな、そうですね、ものの見事に減りましたよね。割と変わりましたね、はい、はい、僕もまあこういうお仕事をよくしてるんで、はい、写真って、はい、なかなか結果出にくいですよ、映像とか写真って。そうですね、それがものの見事にこう、はい、わずか3分から5分の施術で変わったんですね、はい、多分あれだと実感的に相当感じられると思うんですよ、はい、でやっぱり先生、はい、実際の臨床の中で患者さんびっくりされるんじゃないですか、はい、ウエスト、びっくりされますよ。施術前に着替えていただいて、施術終わって、もう一回ジーパンを履いた時に、ね、はい、やっぱりこう緩くなってるとおっしゃる方は、そうそう、更衣室からバーッとうわーっていうのが多分、はい、あると思うんですけど、そうですね、結構ありますね、ね、先生、はい、テクニックね、はい、僕ちょっとまあ見させていただいたんですけど、はい、すいません、はい、あんなんでどうやって思いついたんですか。あれはウエストに関しては、やっぱりそれもね、やっぱりこの模型のおかげなんですよ。あ、そうなんですか。いや、あれだって、はい、まあ、こんな言ったらあれですけど、はい、骨格っていう観点では、はい、結局軟部組織ですよね、あれ。はい、はい、でも骨格なんですか。ここは骨がないじゃないですか、はいはいはい、だからその骨盤と肋骨の間がこう広がっていくと、ここのくびれは自然とできるんですよ、はい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 、このくびれがない人っていうのはこの胸郭が下がってるんですね。だからまずはここを広げたらその分こう細くなるんじゃないかという、まず予想をつけたわけです。そこも予測ですね、はい、そうじゃなかろうかという、はい、でそれプラスこの方を上げながらここをこう柔らかくしていくとさらにちっちゃくなるかなと思ってやってみたことなんですよ。いや先生、でもこうやってる時にね、はい、なんかそのまあ、もちろん先生 はい、もう何十回何百回とやってるから、はい、ような手つきになると思うんですけど、はい、なんかもう、はい、そういうなんか教科書があってやってるのかなと思うぐらいに。ではないですね。だって、例えば回路で言えばですね、はい、モーションパルペーションがあって、はいはい、極特許こうするんだよとか、はいはい、でサイドポスチャーはこうするんだよってありますけど、はいはい、意外とその腹部っていうのは、はい、なんかこうなんかやるから、はいはい、指標とかってつきにくいんじゃないかなと思うんですけど、はい、あれも先生こうやった方がいい、こうやった方がいいって一個一個の試技っていうのを、はい、一個一個まあ試しやったんだよね。まあ試しながらですけれども、それも本当はいろんな本にちゃんと載ってるんです、解剖学生理学に。あ、そうなんですか。っていうのは筋肉の、顕微鏡で見た時のその写真なんかでこうミオシン繊維があってアクチンがあって、それがこう収縮するとこの中にビュッとこう入り込むってね、こういうのを解剖学でも生理学でもやるでしょ。でそれが筋肉っていうのは刺激があるとピュッとこう入るわけですね。でそれで刺激がなくなると元に戻る。だから筋肉にできることっていうのは縮むことと、縮むのをやめることなんですよ。縮むことと伸びることではないんです、はい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 、だから二頭筋が収縮するから曲がる、三頭筋が収縮するから伸びてるわけで、こっちが伸びてるわけではないと。だから縮むと縮むのをやめると。でそれを繰り返していくと縮むけども元に戻りきってない場合があるわけですよ。例えばこれせーのガーッと力を入れると、あと痛いじゃないですか、はいはい、痛いです。あれはそのギュッと来て戻りきってないからですよね、うん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 、それがこう繰り返していくとだん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 縮んでくると、でそれをその伸ばしてやると。そしたらその単に主義をこういうふうにしてやみくもに揉むのではなくて、繊維を伸ばさなければいけないから、その筋肉の繊維に沿って伸ばしていくと、そのイメージで、はい、っていうふうに考えてやると勉強が生きてくるわけですよね。なるほど、はい、で多分それやると結果も違うんでしょうね、はい、おそらくね、そういうイメージやると。そうですね、やはりこう手にこう、あ、今こうちょっと伸びたかなっていう感じが分かると思います。
じゃ先生やってる途中に、はい、あの試技をやってる途中って、はい、なんとなくあこれでいいだろうっていうのは分かるんです、ね、そうです。ダブルモーションは全てそうですよね。その腰がこう動いた感じ、ね、筋肉が動いた感じ、ね、はい、やっぱりそれがあの手技療法科の先生はみんな分かると思いますけれども、術者の手に分かるから患者さんも分かるんですよ。これはね、なるほど、はい、なるほど、術者も分かるから患者さんも分かるってことですね。そうですね。あ、なるほど、はい、いや意外とね、はい、意外と、はい、そのやみくもにやってるのは多いと思いますよ。 僕もありますし、はい、一つ一つ僕はね、うん、人体をそんなに神秘的に考えないようにしてるんです、うん、よく小宇宙で神秘的、もちろんそうなん、はい、もちろんそうなんですけども、うん、そればっかり考えてしまうと、うん、ちょっと分かるもんも分からないようになってしまう。今ね、術者がやるから患者さんも分かると、うん、例えばこれ僕今 10g の力で押すと動かない、うん、でもこれが 20g の力で押すと動くようになると、うん、そしたら動かない間は向こうからも同じ力で押し返してるわけですよ、はいはいはい、だから動かないわけですよね、はいはいはい、でそういうのをその体にも当てはめていくわけなんですよ。だから術者が分かるということは患者さんの方も体が押し返してるわけですから、お互いのその共通の感覚として分かるということですね。なんかね、はい、先生とかやっぱ患者さんが、はい、たくさん来て、結果が出てるのがなんとなく今の話だけでも、はい、いや今日美味しいですねですこれだけでもすごく勉強になります、はい、なるほど、はい、やはりそういう部分というのがあって、はいはい、やはり今結果が出てる先生ところが結果が出てるんじゃないかなというのがよく分かりました、はいはいはい、ありがとうございます。ありがとうございます。